皆さんこんにちは千葉工業大学の藤井健ですこれから不正定構造の力学の要約編その11-2として固定モーメント法に接点の移動ありの場合の後半についてお話しします。ここでは骨組みに延直荷重のみ作用する状態を考えます。骨組みと荷重の両方が対象でない場合は延直荷重のみに対しても接点の移動が生じます。 こちらの例1は、骨組みが対象ではない場合です。荷重は針部材 BD に等分布荷重が全体に作用しているので対象です。しかしながら、柱部材 CD の合比は柱部材 AB とは異なります。そのため、骨組みは非対象です。この場合、接点移動が生じます。この接点移動を無視すると、実際とは異なる応力分布となってしまいます。 別のケースを考えてみます。こちらの例には、荷重が対象ではない場合です。この場合、延長荷重は針 BC のみに作用しています。そのため、荷重は非対称です。この場合には骨組みが対象であっても、接点の移動が生じてしまいます。以下では、このようなケースに対して、固定モーメント法により接点の移動を考慮して解析する方法について、 説明します固定モーメント法による解析の考え方についてこれより説明しますはじめに接点の水平移動を拘束した場合を考えますこの例では接点 B に円直ローラーを追加して水平移動を拘束しますこの状態であれば通常の固定モーメント法で解析可能です しかしながら、これは真の応力状態ではありません。そこで、こちらのケースを合わせて考えることにします。ここでは、柱部材に固定端モーメントを作用させることで、骨組みに水平変位を強制させた状態を考えます。これの解析は、前半でお話ししたものと同じになります。これの両者の輪が真の応力状態となります。 もう一つの例も同様です。はじめに接点 A の水平ローラーをピン支点に変更して水平移動を拘束します。次に柱部材に固定ターモーメントを作用させることで、骨組みに水平変位を強制させた状態を考えます。この両者の輪が真の応力状態となります。これより具体的な解析手順について、 説明しますはじめに骨組みの水平変位を拘束した状態で解析を行いますこの状態を状態1と呼ぶこととします状態1の応力分布は通常の固定モーメント法により解析することができますこれにより得られる曲げモーメント分布の模式図をこちらに示しますこれより柱 BD の せん断力を QB で1とするとこちらの式1より得られます次に骨組みの水平変位を矯正させた状態で解析を行いますこの状態を状態2と呼ぶことにしますこの場合柱部材に部材角に応じた固定打モーメントを与えることになります部材角は解析前は未知数であるため 固定モーメントの値は計算しやすい任意の値で与えますこれにより得られる曲げモーメント分布の模式図をこちらに示しますこれより柱 BD のん断力を QBD2 とするとこちらの式により得られます次に水平外力と総ん断力の釣り合いを考えますこちらに状態1と 状態真の応力状態では柱部材のん断力の和すなわち総先断力は0となります。そこで状態1と状態2の x 倍を重ね合わせることで真の応力状態を求めます。この例での総先断力の釣り合いより式3が得られます。 以上の結果を用いて真の応力分布を算定します。柱部材 BD では式4により算定することができます。すなわち、状態1の応力に状態2の応力を X 倍したものを加えることで算定することができます。この時、柱部材 BD のせん断力は0となります。他の部材の応力も同様にして算定可能です。 以上のように、ここでは固定モーメント法に接点の移動ありの場合の後半についてお話ししました。今回のポイントは以下の通りです。1つ目のポイントは、骨組みと荷重が対称ではない時の扱いです。この場合、延直荷重のみ作用する場合でも、接点の移動が生じます。接点の移動を無視すると、実際とは異なる応力分布となってしまいます。 2つ目のポイントは固定モーメント法による接点移動を考慮した解析方法です。はじめに骨組みの水平変異を拘束した状態を考えて解析を行います。次に骨組みの水平変異を強制させた状態を考えて解析を行います。最後に水平外力と骨組みの操線弾力の釣り合いを考えます。 具体的には、先の2つの状態の重ね合わせを考えることで、力の釣り合いを満足する状態を求めます。これが真の応力状態となります。以上で要約編を終わります。この後は例題編をご覧ください。